アミノ町オバマは、京都府京丹後市にある大技、京都府最大の淡水湖であるリコを有する。2015年の国勢調査における人口は804人、世帯数は249世帯。水晶浜の砂オバマ係率遊歩道1960年のオバマ海水浴場大技の南東部には、リコがあり、北西は日本海に面している。大技の東部は、 山林が広がっている。リコに沿って国道178号が通っており、国道178号と海岸の間に集落が立地している。リコ、万丈の岩、大林寺のふすまえ、リコ古墳、岡一号墳、日越川、リザンの椎の木、仙国のほかけ岩、ライオン岩は、網の町のふるさと自慢百選に選定されている。この中でリコは、 アミノ発見にも選定されている。オバマ海岸、日越川の暗挙付近、リザン付近、リコ西岸のかつての湖岸付近のデータン層からは植物化石の湿度が多いことで知られている。オバマという地名は1530年9月に単語国道舎日記に小浜と記載されているのが初出と見られる。海に面し、船が入ることができる。 小規模な浜辺があることに由来した地名と考えられる。かつて、現在のオバマの集落から、北西の城山に3軒から4軒があり、農業の他には虫を焼きをして暮らしていた。生園が行われた当時は、海岸から湖辺までが居住地域であり、上屋敷、中屋敷、下屋敷の小技が残る。塩は、産地の民には、 魅力的な産業で、室町時代の英少年間には下岡村からさらに、数軒がオバマに移住した。網野町下岡に、オバマの飛び地があるのはその名残である。オバマは下岡村の枝里だったが、やがて分村独立して、オバマ村となった。遠方4年に改作された日越川1655年の1658年には、初めてリコで、ハエナワ漁業が行われ、 湖水漁業と言えるものが始まった。1676年には、リコの水位を安定させて、田畑の冠水被害を逃れるために、リコと日本海を結ぶトイ越川が開削された。日越川は500メートルの暗渠を含む水抜き穴であり、その工事は日本土牧師に残る南工事として知られる。この工事によって、リコの水位がやや下がり、数十兆の神殿が開発された。 島田の山のふもとに、奥湖、船付けなど障子名が残ることから、リコ南方の島津平野一帯は、以前までは湖であったものと見られる。下屋敷までであった、居住地も、川上、川端、いえ越、道下まで拡大し、丘一号墳から大林寺の横を通り山を、登って越えていた北側の交通は、湖辺に降りて通行することが可能となった。1602年の、 慶長郷村町には、下岡村の名、小浜村の名があり、1699年の丹後国郷町にも、下岡の内小浜村の名があることから、江戸時代の初期から中期にはまだ、下岡村の枝里であったことが確認できる。しかし、宮津藩領であった1697年の国高の記録では単独で、小浜村368.66国の記録があり、実態として、 この頃には独立で小浜村とみなされていたと思われる。幕府領となった1717 17年の記録でも、単独の小浜村として記録されているが、再び、宮津藩領となった1756年の記録では、下岡村のうちに数えられ、改めて、小浜村単独の記録が見えるのは1838年となる。宝永村村、辻校長や、急校給料における、 オバマ村の国高は368国余りであり、天保豪町では下岡村に含まれている。1872年、豊岡県編入を機に、オバマ村の故障を用いた。1927年の北丹後地震において、陥没したオバマの道路1871年には、廃藩地県によって、宮津県の所属となり、豊岡県を経て1876年には、 京都府の所属で落ち着いた。1876年の小浜村の個数は69個、1888年の個数は76個だった。1889年4月1日には、町村制が施行され、浅間川村、下岡村、小浜村の3村の合併によって、竹野郡浅間川村が発足、浅間川村の大技として、小浜が設置された。 かつてのバ浜村は純農村であり、副業として、リコで、淡水漁業を営んでいた。明治時代後期のリコや浅間川湖では、養殖漁業が取り組まれ、リコでは、手長エビの養殖で漁獲を上げているが、養殖漁業は1925年を最後に姿を消している。1904年3月22日、浅野川村と網野町の合併によって改めて、網野町が発足し、 網野町の大あざとして、オバマが設置された。網野町は、区会条例を制定し、網野区、浅間川区、下岡区、小浜区の4区を設置されている。1927年3月7日に発生した北、丹後地震では震源に近かったことから、オバマでは大林寺の住職など14人が死去した。人的被害以外では、水田が、傾斜陥没したり、 リコが陥没する被害もあった。同年の夏は、日越川を通じて海水が流入し、カラスガイや小エビが死滅した。1934年7月、オバマの弁天祭を見物にリコへ水上飛行機が飛んだ。フロート付きのプロペラ複用水上機の三菱 MC1 型機で4人乗りだった。木の先温泉旅館組合が1932年に、 旅客誘致のために日本海航空会社を設立し、円山川と天の橋立て間の遊覧飛行を行っていたもので、1回の料金は5円であった。水上飛行機のライセンスを持つ人は当時網ノ町全体で2人いた。1918年に浜の河口が整地されたのに続き、1940年頃に新居浜一帯が整地され、1962年に 着工した丘畑の一丁二端余りの聖地で、宅地化されたことにより、21世紀現在の網野町、小浜に近い町並みの形が形成された。1980年時点で公営住宅が町営、府営合わせて25個あり、網野町では松岡地区に次いで多い。丹後地方の地場産業である丹後チリメンなどの企業の最盛期は昭和40年代であるが、 オバマでは1982年頃まで、タンゴチリメンなどの企業が盛んだった。1945年年時点で、人口は573人、世帯数は123個。1965年の国勢調査では、人口881人、246世帯。1982年時点の人口は806人、世帯数は209世帯である。 1984年、オバマ公民館が完成する。2004年には、網野町、丹後町、矢坂町、中郡峰山町、大宮町、熊野郡久美浜町の6町の合併によって、京丹後市が発足し、京丹後市の大技として、網野町オバマが設置された。現在の高齢化率は、約27%であり、丹後地方の平均に近い。 奥の緑は稲作地である。歴史的には純農村であり、江戸から明治期にかけての日越川、新日越川の整備によって都度神殿が開かれ、稲作が進められてきた。離島半周辺の稲作と海岸から続く砂丘地で行われる畑作の割合は、1980年の時点の高地面積が田んぼ16.9ヘクタール、畑17.9ヘクタールで、 同程度であった。副業として、近世以前に精鋭を行い、1650年代、後半からリコで、淡水漁業を営み、鯉やウナギを釣った。ウナギは、日越川の改作によって、陶器は海に下るものが増え、張り切り網が用いられるようになった。また白魚は、スノコ関で漁獲したが、1870年に、小型の地引網が考案され、 持ち入られるようになった。地引き網漁はその後も様々な漁種に対応し、1959年頃にも、鯉や船を地引き網で取る様子が記録されている。明治後期から大正期までは、養殖漁業も行われた。昭和期には、丹後地理面をはじめ丹後地方一帯で盛んであった、企業も営まれたが、近隣の網野地区や浅間川地区とは異なり、 割合としては農業に従事する世帯の方が多かった。2021年には農業、漁業、企業の他にも畜産業や農産物、海産物の土産物販売、印刷業など多くが個人事業主による小規模な多業種がある。京丹後市で唯一のタピオカ製造工場も網野町小浜にあり、2017年に兵庫県明石市から U ターンした住民が 自宅倉庫を改築して開業した。観光業では体長1メートルを超える創業やヘラブナなどの交通り場であり、渡り鳥や水鳥を多種観察できるバードウォッチングのスポットと伴っているリコのほか、遠浅の白車浜で磯遊びやバーベキューもできるオバマ海水浴場にも近隣の宿からは徒歩で出かけることができ、2019年時点で 小浜地区内で10軒ほどの民宿などの旅館業が営まれている。ありがとうございます。